はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、ハイリキザスペシャルの新しい味が出たんで買いました。ブラジリアンオレンジです。なんかね、ここに書いてあるのがね、見た目完全にレモンなんですけど、レモンとオレンジとグレープフルーツみたいな感じになってますけど、アルコール度数が 7%、果汁が 2.3% ですね。と思ったら、原材料がウォッカとオレンジ果汁とレモン果汁とグレープフルーツ果汁、そして糖類、酸味料、香料、カラメル色素、紅花色素、甘味料と結構入ってますね、いろいろ。はぁ、あれ、このシリーズって糖類入ってるやつなんだっけ、ちょっと忘れちゃいましたけどね。ハイリキは結構美味しかった記憶がね、あるんですが、まあなんか フルーツがたくさん入ったね、柑橘系のフルーツがたくさん入ったハイリキということでね、飲んでいきたいと思います。乾杯。これね、惜しい。これ普通にね、変な甘味料の甘さがなければね、非常に美味しいです。非常にフルーティーで、美味しいんですが、なんか異様ななんか味がするな。なんだこれは。なんかしょっぱいような食塩が入ってるわけじゃないよな。何かおかしな味わいがするな。なんだ。まあでもあのフルーティーです。非常にオレンジの果汁とねが前面に出てますけど、うん、ただ何か後味に変な何かがある。いや確かに、うん、でも砂糖を加える必要、まあそもそも砂糖を加えたとして甘味料はいらなかったんじゃないか。絶対甘味料の変な味がするぞ、確実に。うん、これは何か甘味料の甘さ、砂糖の甘さとさらにフルーツの甘さとさらに甘味料の甘さが加わって、なんかおかしなことになってる。どう見てもすっきりとした甘さではない。何か混濁したコンダクターのようなね、味わいになってますね。なんだこれ、ちょっと残念だなこれな。普通に味としては非常に美味しいんだけどね、レモンとオレンジとグレープフルーツでしょ。はい、スペシャル。いやこれ結構ね美味しかったんですよ、ハイリキは。ハイリキザスペシャル、美味しかったんだけどね。確かグレープフルーツとレモンは美味しかったはず。
カシスオレンジがまずかったんだったかな。確か。そんな感じやった気がする。確か。残念だね。これはちょっと非常にね、残念としか言えない。あれ、ちょっと待った。あ、これあれだわ。カシスオレンジとブラジリアンオレンジ、これですね。は、甘味料入ってるんですけど、グレープフルーツとレモンか。グレープフルーツとレモン味は、甘味料入ってないですね。だからか。なんでわざわざカシスオレンジと、あれなんだろう。ブラジリアンオレンジに入れたんだ、甘味料。なんかあれなのかな。いや、甘味料って大体ね、入れる意味なんてほぼないでしょ。甘味料ってほら、少量で甘いっていうやつでしょ。だからわざわざ糖類プラス甘味料を加える必要はないと思うんですよ。甘味料だけか、もしくは糖類だけで、一番やっぱりいいのは糖類だけでしょうね。わざわざ甘味料は俺個人的に嫌いなんだよな。残念ですね、これはね。非常に。やっぱりレモンとグレープフルーツ味が入りきは美味しいね。うん、これは三つ星。うん、それではご視聴ありがとうございました。